リボンチャンネル。こんにちは。恐怖の授業へようこそ。もうすぐ七夕ですね。幸せな願い事ばかり。皆さんはどんな願いを書きますか？授業49、七夕怪談。本当？7日東京に帰ってくる？嬉しい。やっぱ沖縄は遠いよ。早く会いたいな。みおりは？もちろん私も会いたい。私たちは7月7日で付き合って1年になる。和彦くんって結構ロマンチスト？え？ああ、よく言われるかも。てか、和彦でいいよ。俺もみおりって呼ぶから。七夕の夜にできた私の初めての彼氏。あんたたちって織姫と彦星みたいだよね。え？だって和彦くん沖縄に引っ越しして遠恋中だし、七夕に帰ってくるなんてまさに彦星じゃん。もう何言ってんの？織姫たちは年一しか会えないけど、私たちはもっと会ってます。おお、ラブラブ。もう限界。ミオリ、今電話があって、和彦くんが。まだ若いのにね。来年高校生だろ。スマホ見ながら自転車漕いでたらしいよ。車とぶつかって即死だって。頭がついてかない。和彦がもういない。みおり、元気？え？なにこれ？誰かのいたずら？なりすましってやつ？こんな時に。はい。最後まで動画を見てくれてありがとうポシュ。チャンネル登録よろしくポシュ。グッドボタンやコメントも待ってるポシュ。リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかないポシュ。次の動画も見てね。